出張ホラーナイトウィーク。いやこの日が来てしまった。またいやしまいました。始まっちゃったな。一箇所目まだスパンが短いのよ、スパンが。はい、ちょっとですね、まあ、前回ホラーナイトウィーク第1弾ということで八王子編やったんですけれども、もうほぼ全部急上昇入りさせていただきまして、高揚感 1.5 万超えたらすぐやりますって言って秒で超えました。そこで超えたな。約束通り、第2弾の出張ホラーナイトウィーク来ました。今回マジヤバいっす。いつもヤバいじゃないな。今回はですね、飯の秩父エリアを攻めていくんですけども、今回4カ所一応回るんですけど、4カ所中2カ所が SSS。 うぇー、これです。ついに来ました。初だよ SSS だって。やばくない？薬師堂の巻っていうところ行ったんですけど、まあ、そこ俺らやべえっていう感覚に襲われたじゃないですか、あそこが SS です。あれよりよ。じゃあもう計り知れない。これ終わりやん、もう取り憑かれて終わりやん、もうどういうこと。今から行くのは旗トンネルという場所です。いや、旗トンネルだよ。もういいよ、トンネルはやばいって。日本一のバケトンって言われてます。あ、俺なんか聞いたことあるわ、旗トンネル。バケトン幽霊が、そうです、出るのが一番多いって言われてるトンネルなんです。え、はい、もう俺と京平もう100や100だ100だね、連れてかれる。何が、え、なんなお前らやりとりお前らの空気感の方が怖えよ。何なんだよ。旗トンネルなんですけれども、一番有名な噂なんですけど、人面犬って知ってますか。あー、わかります。あー、人の顔した、そうそうそう、都市伝説みたいな感じであるじゃないですか、あれの発祥の地らしいです。あともう一つは、トンネルの出口に差し掛かるところで後ろを振り向いてはいけない。やばそう。それ振り向くと、振り向くと四つん這いのおばあさんが出るという噂があります。そしてもう一つですね、シミがあるんですけど、トンネル内に一つ人の顔して笑っている笑うシミっていうものがあるみたいです。盛りだくさんやな。それを見つけてしまうと不幸が起きてしまう。見つけちゃダメなんだ。左方向です。怖いって。え、それ、ちょっと待って、何も覚えてないじゃん。急に来ました。おいおい、いきなり A でマジする。進んでねえよ俺は。やば、動いてねえよ。もう大丈夫か、始まってねえかこれ。肩飛んでる。今つある怖い話ちょっと短いのがあるんで、まあ、着物試しに訪れたメンバーの一人の女性が噂を知っていまして、そのシミを見つけて、あのシミ笑ってるよ、はは、は、面白いみたいな、こう指差して笑ってたと。他のメンバーは彼女の言っているシミを見つけることができなかったんですよ、だその人しか多分見えてなかったんですよね、彼女はおかしな言動を取り始めまして、精神がおかしいと判断を受けて入院します、精神病院。で、ある日心不全に急死するんですけれども、病院の天井を見てケタケタ笑いながら死んでいったという。やばくね、これをちょっと見つけてはやばいんじゃないかという。やばいやばい、やばい。でも結構それ難しいよね、見つけちゃいけないんですよ。見つけちゃう可能性もあるからね。見つけてしまった場合がやばいということでしょ。振り返ってもいけないでしょ、トンネル最後までね。危険ですね。肩トンネルは0と S から SS とされています。高いですね。高い。唯一化け物が出るトンネルで SSS じゃねえんだ。いや、ランク S のクソ知ってる。トンネルに SSS はない。あ、そうなの。俺調べでは。ただこの後、我々 SSS あと2カ所回ることになりますので。2カ所今日やばいな。皆さん心していきましょう。見てる皆さんはもうゾクゾク楽しんでいってください。行くぞ、レッツゴー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 。なんか言ってます。なんか撮った後ろ。え、早な。早い。じゃあ本当に、じゃあ早いて。なんか俺普通にちょっと怖いから周り見渡したら、人、なんか人ぐらいのサイズの黄色みがかったものがスーって。黄色？黄色？オレンジっぽい感じなんだよね。左手じゃないの？俺でしょ？いや違う、だってこっからだよ。ただこの後、我々 SSS あと2カ所回ることになりますので。2カ所出てない。2カ所出てない。リボンと共栄怖いもん。お前そういうの取り繕ってるから怖い。危険でしょ。なんか言おうと思ったけど言いづらかった。まあ皆さんね、毎回毎回ちょっと正気を保っていきましょう。はい、多分 SSS なんで、でも本当に誰かしらパニックになると思います今日は。はい、間違いない。気をつけていきましょう。はい、行こう。やめろ、ネガ。
気をつけていきましょう。気をつけていきましょう。気をつけていきましょう。シキ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 。ほら、ほらもう新スポ行くのにもうこれにテンション上がりすぎてもうそれどころじゃない。気をつけていきましょう。テーマパークの更新みたいになってるわ。プラカード。気をつけていきましょう。今回ね出張ライトガチるために出費して買ったんですよ。ST スタジオこの最強のカメラライト。光の明るさが手持ちじゃねえ。ガチの照明ですよこれ。街灯ですわ。見てほら、もうすげえ。ああ、ヘッチャラ。ヘッチャラ。ガン見える。昼みたいなもん。めっちゃ綺麗。怖さゼロ。このテンションやばくね。上がりすぎてそれどころじゃない。テーマパークのいつものホラーナイトの舐めてたらやばいっていうパターンのやつ。やばいです。パターンのやつ。びっくりした。ああ、びっくりした。ちょっと。道がさ、いつも行く感じの道じゃなくて、もう本当に放置されましたみたいな。この木の木とか適当に生えまくってる。これ見て、うわすごい。木がすげえ。うわやば。てか相変わらず前見えないな。ねえ。これ。本当はね。すげえ。これがあるから今日。ああ確かに。余裕。なしね。あもう全く見えない。マジ怖え。全然違う。やべえ。え？ん？やばい。なんで？下が変。なんか俺動いてるの見えた。ぬかるみがすごいね。なんか動いてるの見えない。どこ？前でなんかさ、前どこら辺？なんか左右で。え？俺光見えるけどほら。なんか動いてるよね。光見える。あれ何？光は見える。え？俺さっきあれがこう激しく動いてるの見えて。マジ？マジ？左右にこうバーって。今てかこの濡れ方が異常すぎてちょっとビビる。急に何？やっぱ木倒れてても放置じゃん。こんな誰も来ないから。え、今キャンって言った。行ったよね、行ったよね。やっぱ木倒れてても放置じゃん。こんな誰も来ないから。え、今キャンって言った。行ったよね、行ったよね。右でキャって言った。どう？こっち。そっち。キャー。キャって、いやじゃあキャって。え？右？奥？完全に行ってる。そう。正義のさつきだけ？いや。あのなんか石柱みたいなんだろうね。石のなんか柱みたいな。なんだろう。階段ね。階段なのか。階段？なんだろうこれ。え、だってさ、ちょっとさ、おかしくね？最初ガードレールとか、あったのにさ、もうこんなんだよ。なんもなくなった、急に。しかも、一番差がきついとこなのに、本当欲しいよね。あ、ミラーあった、ミラー。あれ？ない。ミラー壊れてる。ないんだよ。何？うわちょっと待って何すごいすごいすごいもうえ今やばい何うわちょっと待って何俺も聞こえた。わかるかなこのヤバさ。これいける？え、いけるこれ。ちょっと見てこれ。でもマジでいけるかどうかじゃん。本当にいけるよ。もうジャングルみたいになってるよ。待って。何？え？え？え？ある。え？あ、あ、これか。うわ、怖。これやばい。見たことない。マジで。ちょっとホラー映画みたいな。マジで本当にそのレベルで。ええ、これじゃないの、シミ。どういうこと？うわっ！ちょ、もっと。そう、やばい。落とす。危ない。めっちゃ今笑う声聞こえた。